放送席、スタンド、そして全国のホークスファンの皆さん、今夜のヒーローは打のヒーロー今宮健太選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。ご自身の同点タイムリー、そして勝ち越しのタイムリーなど今日は大活躍でした。この勝利、今どんなお気持ちでしょうか。はい、仙台で、ラストゲームというところで、最後仙台にしか来られないファンの皆さんもいると思いますので、そのファンの皆さんの前で勝てるゲームを見せられて、はい、よかったと思います。同点タイムリーの場面は、尾形選手が好走塁で二塁に行きました。打席に入るときはどんな思いで立ちましたか。もう光もいい仕事しましたし、その間でやっぱいい走塁があってのチャンスだったんで、はい、ここ最近なかなかチャンスで打てない中で、やっと打てたんで、はい、引き続き頑張っていきたいなと思います。そして5回には勝ち越しタイムリー、粘り強く今日は戦いましたし、いい仕事ができたんじゃないでしょうか。今日に関しては打点を挙げれましたけど、しっかりと3番4番5番にいい仕事をしてもらえるように 1,2 番で頑張って、まだまだ優勝まで近いようで近くないので、今日しっかり引き締めて、また明後日からのゲーム必死こいて頑張りたいと思います。今日まだこれだけのファンの皆さんが残っています。大声援をくれたファンの皆さんに最後に一言お願いいたします。最初に言いましたけど、最後に勝つことができてよかったなと思います。ファンの皆さんのおかげで残りシーズン頑張れますので、熱い声援これからもよろしくお願いします。今日のヒーロー今宮健太選手でした。ありがとうございました。今日は3本のタイムリーヒットがありました今宮。今日は 1,2 番哲平さんからもですね、川瀬今宮、この 1,2 番注意したいという話がありましたが、今宮は今日触れてましたね。そうですね、自分のやりたいように表現できた打席の中でね、1日だったのかなというふうに、そういう印象を受けましたね。はい、しかも単に3本のタイムリーだけではなくて、いずれも追い込まれて哲平さん、ヒットにするという技術も詰まってましたから、そのあたりの粘り強さというか、そういったところも見えましたね。この放送